紅茶屋駅は、三重県津市高茶屋一丁目にある、東海旅客鉄道の帰省本線の駅である。地名、紅茶屋の由来は、江戸時代に伊勢神宮への参拝が盛んとなり、三宮街道が津を出て、松阪に向かう、途中の高台に、休憩の茶屋があったことによる。また、津藩主、東道工事が藩内を巡視した時、この茶屋あたりで休憩して、紅茶屋と名を付けたとの説もある。 地元では、高茶屋と呼ばれることが多い。また、鉄道昇華第五週関西三宮南海編21番も、高茶屋と歌われる。ホーム貨物用、ホーム後単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有し、単式ホームに接して、駅舎のある、地上駅である。互いのホームは、古戦郷で連絡している。駅舎は、 古くからの木造のもので、天井が高い。かつては貨物扱いをしており、現在もその意向が一部残る。太平洋戦争中は、紅茶屋駅から使い軍交渉へ引き込み線が整備されていた。通駅管理の無人駅。2011年9月30日までは、駅舎の中で、東海交通事業の職員が、マルスタンマズで発行した乗車券類を販売していた。 なお駅近くに2018年11月9日にオープンした4ボール津南店に向かう旅客が当駅を利用することが多く、週末などに係員が配置されて改め集殺業務を行うことがある。2番線を本線とした一線スルーであるため行き違いがない場合、通過列車は上下とも2番線を通過する。ただし、停車列車については上り列車は1番線。 下り列車は2番線に発着する。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅の年間乗車者数は、明治27年には約1万9000人、昭和元年には約16万人が利用している。その後、三宮急行電鉄、伊勢電鉄の開通に伴い、昭和5年以降一時減少した。ありがとうございます。